太田さん、これはルアーはベースの70ディープですか？そうですね、はい、70ディープです。ちょっと水がちょっと茶色っぽく濁ってるんで、はい、中がちょっとこうオレンジっぽいやつ、オレンジっぽいのあえてチョイスと。そうですね、 ですね。でここ今太田川の河口で新月の今大潮下げ3分ぐらいですか？はい、はい、そうですね、はい。で今チョイスしているのが70ディープっていうのは、はい、攻め的にはどんなあのところに魚がついてるっていうあのところからこのルアーをチョイスしてるんですかね？今ちょっと流れがきついんで、はい、すごく速くて、で魚も流れてくるんで、そののがちょっとしたへこみ、うん、そういうとことか大きな岩の裏とか、はい、そういうところにいる魚を狙って今攻めてますね、はい、もうボトム付近にいるって感じですね。そうですね、ボトムに流れてきてるやつをちょっとした谷間とか汚、はいはい、れとか、うん、そういうところに入ってくる魚を狙ってます。なるほど、はい、沖というかここの先のところにはあの柿床があったりそういう感じですかね？そうですね、全体的に柿殻です、はい、なるほど。もうルアー根掛かり覚悟で、うん、まあ、こんな感じに、うん、まず引っかかってしまうんですけど、はい、まあ、そこをうまくもう慣れてくればそのままきれいに流していけるんで、うん、それで狙ってきます。わかりました。まあ、大きいやつは50センチぐらいもねやっぱ出ますんでそうですね、はい、やっていきたいですね。狙ってきます。はい、お願いします、はい、これはベース70ですね。ベース70です。はい、うわ、ボトム付近を、ボトムですね、カキ殻の上をドリフトさせてます。さすがでございます。あ、じゃあいい食い方してますね。ばっくりお腹振って、月中77浮き、今度は77ですね、はい、ちょっと深みのところから頭の牡蠣殻の上がりのところの手前を攻めています。こっちの手前側は牡蠣殻がすごくあるんですけど、そこカバーしながらこれで、はい、ルアーチェンジはこれは何ですか？月中の66の浮きです。浮きでシャローランの浮きで、浮きですね、はい、浮きですね、はい、ゴールドチャート、はい、ほとんどリトリブは巻かないです。流れに沿って流していくような形 で、うん、であとボトムはコツッとこついたらこう止めていく。でダウンに入りすぎたらもうちょっと下の人にも人がいるんでもう回収してしまう。流れがねこんだけ結構早いね、流れ早いですもんね。こうルアーを落としてみると分かるかと思うんですけど、お早いですね。早いです、はい、ちょっとデンスよりこちらの方が水がみするんで水を止めるような形でこのルアーに変えてみました今。はい、もうちょっとレンジ入れたい時とか、まあ、ディープって選択もあるでしょうけど、ゲッチュの77っていう選択もあるんですね。ありますね、はい、ちょっと77だと僕がやってる今この柿床はちょっと向かなくて突き刺さっちゃうようなところにあるんで、うん、目の前のところからちょっと下のところにダウンで掘れてるところがあるんで、はい、すぐにあの突き刺さってしまうんで。なるほどな、はい、レンスだといくら値上がっても柄のこう隙間そこからポンと抜けるので、うん、レンス使ってきます。そういうところは、はい、でないところは77で攻めていきます。はい、お願いします。これネット入れます？はい、あーナイスですね。かわいいっすね。どんな感じで食いました？
そのまま着水して一回下げてドリフトさせて当てる前にそこに。なるほど、お見事です。まあ、だいぶ潮がたるんできました、はい、もうさっきみたいにはいい勢いでは流れない形になってきたんで、水深も下がってきて潮止まり付近です。ちょうどこの一帯ブレイクのあたりが水深どうだろう30センチぐらい、月中の66の SR に変えてチャレンジしてみます。はい、お願いします。ローテーション的にはあの潮が速いとき、あとちょいがあるときにはあのデンスのディープ系のを使って、それから、少しレンジがちょっと上がってきたなってところで月中の77の浮きとか、はい、66の浮き、はい、でそれ以上な浅くなってきたところで SR っていうローテーションですかね。そうですね、はい、まあ、その中でやっぱりあのどうしても水のなんていうんですかね、止まりとかがあるんで、軽くなったタイミングではもう一回66の浮きにして、なんていうんですかね、ボトムを攻めたり SR に変えたり、また今ちょっと今ショートバレット出ましたね。まあ今みたいにもうルアーを巻かない、完全に流すナチュラルドリフトってバイトが出てきますんで、ちょっとこう気が抜けないシチュエーションですね今ね。ですね、いつ来るか分かんない、いい感じです。やっぱりえい、40ぐらいですね。ナイスです。なんか今日はあれですね、ホログラム系じゃないのが当たってますね。そうですね、全体的に見てるとどうしてもこのいいサイズ、うん、ね、やっぱりこのなんていうのかな、 CC レモンみたいなカラーですね、はい、このカラーつけてます。それ付け替えて1投目じゃないですかこれ。実はあの恥ずかしながら皆さんがこのカラーで撮ってるもんで、僕も変えさせてもらったら1投目でしたね。さすがですね、ナイスサイズ。潮目に沿ってルアーを着水 R ターンで、ターンの手前か手前で一発ショートバイト、はい、そこでリトリーブをやめてターンした瞬間にドンとドンと入りましたね。入りました、はい、横で見てて綺麗に曲がってましたね、竿もね。気持ちよく、気持ちよかったですね。 G クラフトの全だけ、はい、さすが、はい、いい竿ですよ。いい竿ですね。リリースしちゃいますね、先にかわいそうなんで。はい。はい、あ、いい黒だ。いいですね。あ、暴れちゃう、暴れちゃう。はいはい。ありがとうね。はい、ありがとうございます。ランディングしちゃってください。相沢さん釣れましたよ。うん、ナイス。今日はね、なんかこの CC レモンのこのカラー当たってるんですよね。チャートボーラーですか。チャート当たってる。ちょっと強いですね。じゃあちょっとこっちに見せてください。はい、ナイスです。ナイスサイズです。これはルアーは、ルアーは、SR です。 SR ね。お、マンビ、おダブルヒット。すみませんね、いいサイズの釣れてる、撮影をしてる時にまた向こうで釣れてますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとそのままで後でダブルで撮りたいと思います。はい、あ、ルアーはもうバンビの、フローティング。ナイスです。そうですね、はい、ロッドは
G クラフトの全掛け。全掛け。はい。はい、ナイスです。ありがとうございます。ルアーは、66の SR です。SR ですね。はい。はい、ナイスです。ありがとうございます。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。このメンバー、太田軍団ですね、今回全員安打ということで、太田さん、今日はね、本当は釣れるかどうかもちょっと怪しかったとかっていう噂もありましたが、どうなんでしょうか。いや、もちろんやっぱりもう台風来てるんで、うねりもだいぶ入ってますんでね、はい、すごくやっぱ釣りにくい、まあ、中で、まあ、皆さん、誰も釣ってない人はいないという。素敵な安打です。お見事でしたね。ありがとうございます、はい、しかも今日動画を撮らせていただいているという時に初ヒットお見事でした。ありがとうございますやっぱね、かなり興奮した、はい、歓声はですねすごかった、良かったですね。ああいうの楽しいですね。はい、嬉しかったです。いやいやいや、またぜひ太田川の方の撮影にも来たいので、皆さんまたよろしくお願いします。こちらこそお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。